ホームチャンネル。サブウィークエンドマーケットのシーフードチャーハン。周りはこんな感じで。店の中はこんな感じです。ああなるんだった。こっちがなんかアートっぽい感じの。はい、日がまたちょっと出てきて。もうあっち、急に日が出てきました。あっち。ここ。あっち。一人で踊ってます。ガードマンは冷めた目で、何やってんだみたいな感じ。お、あの日本の焼酎、魔王、魔王がいます。よくわかんない日本語、和柄の。あられちゃん帽子も高かったしな。ココナッツドリンク40。はい、古着屋か。あー涼しくていいわ、風が。お、出たクリームジュース、抹茶クリーム。
ペット屋とか行っちゃうからな、おちおちしてると。出ました、ココナッツのこの器に入った199ショップ。ちょうどあそこで一周。雨が降ってきたら中だな。ここで一周。あれ、ドリンクが。持ちアイスクリーム。確かこの辺だったような記憶あるんだけどな。左側のこのは微妙にあるか、やっぱ毎日店がなんとか。あー、ないな、あのロゴが。ロレックスがあるし。トースト串刺し人気だな。どうぞ。はい、こちらバンコクのウィークエンドマーケットにある199バーツ均一のバッグ屋です。こちらアディダスとかですね、プーマ、ナイキとか、このジャック・オルスキンのこのリュックとかも結構大きめ、45リッターとかで全部これ199バーツ一律です。でスーツケースもこれ3機とかで安く売ってるやつも、9800円ぐらいで売ってるやつもこちら199です。機内預けできるこの辺のスーツケースも全部199です。ああいう感じでじゃんじゃん売れています。上にある方やつも全部これじゃんじゃん売れています。場所はこちらバンコクウィークエンドマーケットの駅を出て右に曲がり、道沿いをずっと外周を来てですね、こちら右側にあります。カメラでいうとこちらの奥の方が駅の方になります。駅を出て右に曲がり、道沿いに来てずっと来るとこちら右側にこのショップがあります。ぜひバンコクでバッグを探している方はですね、こちらの199一律で均一で安いのでぜひお越しください。はい、昨日も来たあのウィークエンドマーケットです。今日も天気が悪くてちょっと今ポツポツ降ってきたんですけども、昨日と違ってこんな感じで雨が降ってると、昨日の動画では全然人いなかったと思いますけども、こんな感じで今でもちょっと多分減ってきてるとは思うんですけども、結構混んでます。で今ああやって店の人もちょっと雨が降ってくると、ああやってパラソルを畳んで店じまいというか、出てる商品とかをどんどん撤収するような作業に入ってます。でこういう飲食業もですね、今こうぼちぼちもう畳もうかなっていう、雨でどんどんこう畳んでます。やっぱりですね、涼しくなってきていいんですけども、人混みっていうか、この活気を感じるには晴れてる時来た方がやっぱりウィークエンドマーケットはいいと思います。と言っても平日やってないので、1週間程度のツアーだと土日絡んでないとですね、結局土日とも雨とかになるとこんな状況で人がどんどんいなくなる感じですね。でうちらもですね、ああいう屋台、まあ、こんなドリンクの屋台とかアイスの屋台とかで、ちょっと安いホイップ付きのコーヒーとか35とか45とかで飲もうと思ってたんですけども、
まあ、ちょっと今撤収モードに入ってるのか、もしくは雨で売れなくなっちゃうから閉まっちゃうのか、あんまりこう、もう店がどんどん省けてきちゃいました。一応これで、雨が降るとですね、こんだけ人がいなくなって、多分内側の、中側にみんな避難するというか、みんなバンバンあっち、内側に入ってますけど、雨宿りをああいう中でする感じですね。まあ、こんな感じで、今もう人いなくなっちゃいましたけど、天気の日は混むウィークエンドマーケットでした。